おはよう。もうだいぶお昼に近い時間ですが、おはよう。今日はマオイママは、お母さんのまあお世話ですね、骨折から、もうだいぶ治ってきてるらしいんだけど、身の回りの世話をしに、そしてクロケンパパは、目黒のドッグホテルのサーバーをね、契約するにあたってやり方を、まあ、レクチャーしに行った後、異業種交流会新宿で開催されるやつに行ってきます。お昼を過ぎたら出発です。そして夜は11時ぐらいに帰ってくるよ。ごめんね、ごめんね、ごめんね。二人で仲良くしててね。よろしく。さて、夜中の1時です。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん。今日はまたいろんなと目黒に行って新宿に行っていろいろでしたが。なんとか帰ってきました。そしてうちで一仕事いまして、もう寝ます。1時です。